リー・メジャースはアメリカ合衆国の俳優。代表作は俺たち賞金稼ぎ。ホール街600万ドルの男など、ミシガン州ワイアンドット生まれ。父親は生まれる前に死亡し、1歳の時に母を自動車事故で亡くした。イース体験タッキーステートカレッジではフットボール選手をし、卒業後はロサンゼルスで公演管理の仕事をした後、 俳優の道に進み、1965年から1969年まで ABC で放映されたテレビシリーズバークレー牧場にヒース・バークレー役でレギュラー出演する。1974年から1978年まで ABC で放映された600万ドルの男では主役のスティーブ・オースチンを演じ、 1981年から1986年まで ABC で放映された俺たち賞金稼ぎ。ホール街でもコルトシーバス役で主演を務めた。同1981年、日本代表で織作美猫が出場したミスユニバース世界大会で元サッカー選手のペレ、歌手のフリオ・イグレシアス、オペラ歌手のアンナモフ・ホラと共に審査員を務めた。 1984年9月5日、ハリウッドウォークオブフェームに星を獲得した。2002年12月、600万ドルの男の契約により支払われるはずだった番組の純利益の15%が支払われていないとして制作側に対し訴訟を起こす。2003年半ば、心臓のバイパス手術を受けた。2008年のテレビ映画、ベンジュー、ジとの戦いでは、 主人公の祖父マックス・テニスンを演じた。ただし続編、ベンジュ謎のチップを得。では、メジャースは降板し、代わりにバリー・コービンが演じることになった。1961年にカレッジメイトのキャシー・ロビンソンと結婚し、リー・メジャース・ジュニアを設けるが、1964年に離婚。1973年、後に、 チャーリーズ・エンジェルのジルマンロー役でブレイクする女優、ファラ・フォーセットと結婚するが、フォーセットがライアン・オニールと不倫関係になって1979年に別居し、1982年に離婚。1988年に元プレイメイトのカレン・ベレスと結婚し、3人の子供に恵まれるが、1994年に離婚。2002年に女優フェイス・ノエルと結婚。 2007年、元妻のファラ・フォーセットがガンを患ったことを心配していたメジャースはフォーセットの誕生日に電話をかけ23年ぶりに40分間会話をした。2009年、フォーセットが闘病の末死去すると彼女は地上のエンジェルだった。そして今永遠のエンジェルとなったと弔意を表した。ありがとうございます。